行ってみたかった。芸人さんがやってる居酒屋に行ってきました。です。えーえー、その芸人さんがやってる居酒屋は、どの、なんていうお店なのかという、 南阿佐ヶ谷ニューウォッチ酒場さんです。<music> えー、遊軍の右腕こと、<laughs> 新築はまんちゃんと、えー、遊びに行ってまいりました。<music> 結論から言おうか。最高。<laughs> <laughs> 美味しかったな。私、お酒飲むの好き。おつまみやご飯食うのも好き。で、ね、お酒飲みの人って、えー、まあ、ちびちび、つまむ系が多いイメージで、炭水化物とかあんま食わないって人多いけど、僕炭水化物大好きなんだよ。<laughs> うん。 普通におつまみの方も美味しいけど、炭水化物大好きな人。おすすめ。うん。何を食べたのニューオッチ酒場さんで何を食べたのかという。ザーズン。美味しかった。全部美味しかったな。こちらはレバーペーストレバーパテと。 バケットのやつ。私レバー食べれないので。まあこれはチクワちゃんが頼んで。でも人気メニューらしいです。美味しいらしいですよ。その右、もう <laughs>、メニューが来た瞬間、写真撮るの忘れちゃって <laughs>、食べかけたけど、アボカドのおつまみのやつ。美味しかったな。何が入ってるか。アボカドと海苔と、なんか美味しかった。<laughs> うん 次がこちら、ズン。大根のフライかな。メニューをちゃんと <laughs>、記憶してなかったらごめんなさい。美味しかった、これも。不思議スパイスで、大根を揚げてやって。こちら、ズン。ピッツァマルゲリータ。私ピッツァ大好きだから。うん、美味しかったな。フルーツトマトみたいな、ね。甘いトマトも。 いい感じ。で、次がこちら。ズン。しいたけのアシージョかな確か。美味しかった。バゲッ,バケットバゲット付きで。次がこちら。フライドチキン。こういうね、手で持てるフライドチキンのやつ。美味しいに決まってるでしょ。そうでしょ。で、次がこちら。 メニュー名忘れたけど、卵黄のおにぎり。美味しかった、これも。私、さっきも言った炭水化物。おにぎり、大好き。卵大好き。卵黄大好き。醤油味だったよな。卵黄の醤油漬けみたいなのが入ってたのかな。中にも卵黄が入ってる。美味しかった。で、こちらが、サーモンの漬けかなうん。 これも美味しかったな。うん。私サーモン好きだし。<laughs> そりゃ好きなものしか頼まないって話だけど。うん。4時間半ぐらいお世話になっちゃいました。美味しかった。お腹いっぱい。お酒もいっぱい飲ませていただいて。うん。ずっと行きたかったお店だったけど、行って良かったですよ。 で、なんなら、ええー、<laughs> ダブル店長と呼ばれている、ヤジリンさんとタチバナビッチさん、両方、お二方とも、ライブレベルでは、ご挨拶させていただいたぐらい、お疲れ様ですとか、おはようございますとか、っていうね、あれで、うん、そんなに親しい間柄じゃないですけど、 まあ、ちくわマンがより知り合いで、っていうのがあって、私もビビらずお伺いさせていただいて、でもそう、カウンターでいっぱいお話しさせていただいたら、気さくな方で、お二人とも。楽しかったな、お酒も美味しいし、食べ物も味しいし、いっぱい。<laughs> えー 真面目いらねえお兄さんのお話とかで盛り上がったり <laughs>。真面目いらねえお兄さんが誰かは、それはまた別の話 <laughs>。楽しかった。あといろんなゴシップとか <laughs>、下品な、下世話な話いっぱいで、うん。そうそう、だから言いたいのは、芸人でそんな知り合いじゃない人でも、 うん、居心地いいというか楽しいしいろんなゴシップも聞けますのでそう我々ちくわマンと私の芸人組もいたりお笑い好きのお客さんかななんかそんな方もいたりでい,い,いろいろちょっと交流というかおしゃべりもしたり楽しい場場場所でしたまた行きたいと思います南阿佐ヶ谷で、うん、普段はそんな行かないけど 美味しかったからまた行きたいと思いますねそういうこと <laughs> 皆さんもよかったら遊び行ってください楽しい場所ですので<ー>うん。画然いいお店ですので ペチャペチャ登録してね。